鉄鋼砦の魔界中級というわけで、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエモンスターズ3、儀式をしているのは術者種族別、もういいよ倒すよ、種族別攻略スライム編中級やっていきたいと思います。編成は前回作ったスライムジェネラル、スライムブレス、石炭紬がレベル1、あとダークキングもレベル1で、スノームとベホマスライムを今後鍛えていきたいっていう感じですね。特にベホマスライム全体回復系のスキルを覚えさせたいんで、まあ、ちょっと何かいいモンスターがいれば組み合わせていきたいと思います。何はともあれまずレベル上げないといけないから、まあ、スキルポイントは振ったんでちょっと先手は取られちゃうけど、うわ結構食らう、寝返り、闇の息、一発で終わる、マジックパワーがね。でもまあレベル上がればね全回復するし、スライムジェネラルが若干遅いのか。でスキルポイントゲット、ちょっと振るか、バイシオンまで行きたいんだよな。50、あいけんね、もうちょっとだけ貯めておくか。お先手取れるようになった。マヒャドももう完全にマヒャでどうしたっけにあげちゃっていいかな。メタルスライムを倒す、どうやって、マジでどうやって倒す方法がないんだけど、攻撃して一発一発なんとかするしかない。なんもないよな。メタルストーンを使うか、こういう時にしか使うところないからね。メタルスコン自体持ってねえし、石ころ当たるのこれ、いけ、踊った、1、2、ヒットポイントいくつだろう、ダメだ当たんねえ、てかギガ戦今無理だ。もう一回石ころだ、こういう時に石ころ役立つな。くらい当たらん、逃げられた。炎ブレイクを一応アクセサリーでつけたから少しは通るな。よし、やっぱブレイクだなこのゲーム。ギガデイン、どうせレベル上がるんだ、どんどん使え。1万くらい、あ1万は入らないか、6000、まあまあまあ全然いいでしょう、要は満足じゃ。一応このね炎のベルトが非ブレイク章ついてるんで、ちょっとそれをつけて炎を吐いてみたら、まあ少しだけどダメージ通りましたという感じですね。では常世の砦、ボスの前ですね。スライムジェネラルブレスツムリーがレベル22に上がりました。でスノームはマヒャデドスまで覚えさせたんで、まあ火力としても申し分ないかなというところでボス戦いきましょう。音もありか、ホークマン。ジェネラルどうする、一応ベホマラ一回置いておくか、ちょっと先にできるかどうか分かんないけど、あとはもう別にって感じだな。こいつカエルの息しかないからな、一回戻って合成してくればよかったかな。凍える吹雪100通るか、いやそれなり、あラリフォーマーうぜ、寝たー、命大事にしておくか。ギガゼインも使うからマジックパワーの消費が多分激しいな。ちょっとジェネラル今のところ回復役でいこう。光いいよな、あれスムリがそれそこそこ食らうな、嫌がらせ最悪、なんだいろいろ来たな。魔法塔にはなってないっぽい、こいつは一生寝てる。吹雪も打てる、何をされたのかわからん、石炭にメラミなど効かん。ジェネラルが寝た、しかしこいつが起きた、倒した最後18。
メタルスライムよりは経験値ない。ちょっとスライムファング、素材で必要になるからこいつを作っておこう。一応黒炎は引き継がせておいて、あとはまあレッドソード、素早さでいいかな。攻撃力アップが欲しかったな。まあ、完全に火力寄りだよね。では甘味楼中級で、いろいろ中級ね回れるようになったんですけれども、まあ、先に甘味楼に、来たわけは、珠玉のポップンロッドを取ってくるのじゃ。これが欲しい。お金と経験値とアイテムドロップ率が 1.1 倍になるからね。これを回収しましょう。来ます。邪魔になるやつには死んでもらおう。ピオラ、まあ普通でいいでしょ。あ、バイキルト、こっちの攻撃普通に弱えかんな。ちょっと技頼らないとダメージが出ない。買収を求めてくんのかよ。完全に脳筋の魔人切り、危ねえ。身代わりしてきた。闇の息全てを受け止める最後の息吹。イオナズン、イオグランデどうだろうな。マジックパワー結構あるかんな。ホイミスライムグランデにしちゃってもいいかもね。モリモリスライムが上がってきた。レベルが さあ、そして杖の守護者、こいつらマジ仲間になってもらいたい。大丈夫かな。ゴリ押しで押してまいる。効くな、やっぱり。あ、ヨナズのままだった。まあいいか。100くらいは火力出るか。暗黒で結構食らう。マジか、予想外に食らうな。ジェネラル落ちるんじゃねえか、これ。場合によっては、てかなんでベホマラ使えよ。いや、これゴリゴリ押していくな。攻撃、甘い気、いいえ。2人寝た、回復薬が寝た。しかし光で押す。まだ生きてるか。あ、これ死ぬんじゃね。死んだ。やばい、ガチでやばい。ちょっと手抜きすぎた。これはまずちょっと全員ゴリ押しのオートをやりすぎたな。なんもない。世界中の雫とか使っとくべきだったな。入れ替えしてもさ、なんかもう控え、まあ、レベルはあれだけどみんな微妙なんだよ。このモリモリスライムとかさ、何引き継いでたっけ。スライムナイトノラなんだよな。ちょっとモリモリ一族出すか。大したもんないと思うんだよな。ダークキングだって攻撃するしかない。モリモリも攻撃するしかない。何もないわ。あとは残りがでなんとか1終わったよ。スライムファングだな。スライムファングの攻撃でどこまで押し切れるかってことなんで、特約層を使おう。さすがにヒットポイント18はまずい。甘い気食らったからのヒプノス90か。あとヒットポイントいくつ残ってんだ。とりあえず寝てっけど特約層で回復させよう。暗黒山が強いな。ドルクマ危ねえ。壁にはなった。これは死ぬんじゃない。なんか道具使おう。あ、バイキルミン使っとけばよかった。最後の最後のバイキルミン。先手を取れるか。ヒプノス通称47、49。え、誰ノラスライムナイト。バイキルミンかけとくか。
暗黒団いくつなの。第一128瀕死だ。ドルクマで殺されたわ。ちょっとなめぷしすぎた。また来たの。もう諦めが悪いやつは嫌いじゃないけど。セリフ変わるんだ。さあ今度はちょっとナメプしないで、スライムジェネレルはさすがに命大事にしよう。命大事で最悪手動でベホマラ唱える。あとはもう一緒光の息。この暗黒山だよね、まあ、やっぱりこれでベホマラ唱えてくれないと結構壊滅的になるから、まあ、ベホイに入れつつの、おいおいおい、メダパに大丈夫か。よし、遅いなジェネラル。なんでベホイムなの。まあ、ベホイムベホマラ2回行動で完全回復したね。さあ光の息で3ターンくらいかかるか。これ甘い菊だったら最悪なんだけど、まあ、ビギラはまあ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 大したあれじゃないから。ルカラン使ってくるのかよ。これルカランからのさ暗黒山食らったらまずくないか。ギガでいいんで。どうしようかな。アモールの水って大した回復量じゃないから今のうちに使っとこう。これをで光の息でこれでムーンフェイスは倒したでしょ。100ゲー来た。アクブさんこいつ強えよな。でやっぱりベホマスライムの回復がちょっとな乏しいよね。だとスライムファングも今のところ火力になってないから、ちゃんと4体スタンバイモンスターじゃなくて、なんだっけ、この1軍はちゃんと考えよう。いやドルクマめっちゃ食らった。死ぬ。これでベホイム出ても、あ一気に立て直したね。甘い息これきついよな。全員寝たんやけど、しかも全員ヒップノスムーチョ食らってるよ。まあただただ大丈夫。やっぱ命大事に重要だな。火力で押し切ろうとした俺が間違ってた。そんな火力メンバーでもないからね、まあ、ちゃんとね作戦を決めればこんなもんですよ。さあここで全員仲間になるんで。ありがとうございます。いやナイトリッチいいね。しかも L サイズでムーンフェイスもランク C からのムーンフェイスランク C。 では甘味楼中級のボス前ですね。で前回の戦いを通して思ったのが、やっぱそろそろ役割分担決めて編成組んでいこうかなというところで、やっぱ回復役ですね。ベホマスライムがベホマスライムのくせにベホマ使えない。まあベホマっていうか今回ベホイムなんですけど使えないのとまあジェネラルがねベホマラ覚えてるんで実質ちょっと回復役になっちゃってるかなっていうところです。あとスライムファングがまあアタッカー的な立ち位置なんですけども全然火力が出ないっていうところ、まあブレスにね頼り切っちゃってるんで、まあ、そこをもうちょっと考えて、あとメンツも決めて配合していかないといけないかなというところです。まあとりあえず最初はファングがとりあえず少しでも火力出せるようにバイキルミンをかけよう。これをで息で100くらいでイオナズも100くらいは通る。イナズマダンス、あまあまあまあだな。あバイシオン唱えてくるのか。あおだて上手、これ厄介だ。おだて上手厄介だよな。ブレス反射になってたし呪文反射はないか今の。OK 呪文反射してきた。ダメージ無効とかバイキルとかけて80しか当たんないからね。まあちょっとこのままいこう。息反射されるでしょ。これ何ターン続くの。120で一応ベホイにメラパニダンス。あー混乱した。強戦士なんかすげえ食らったんだけど。でベホイムがあるでしょ。
でスライムファングただアタッカーにね育て上げるかって言ったら最終的にはジェネラルと組み合わせてゴッドライダーにするんで、まあ、それも微妙なんだよね。本当にただの素材役だからスライムファングゲーってたおだて上手、まあ、こいつ自体がかなり強力な技を使ってくるわけではないのでちょっと助かってるけど、暗黒山強かったよねナイトリッチので、結局あと残ってるのドンゴだけなんで、あれ大丈夫、あ大丈夫だ、いつ切れたのかがわからん、無駄無駄買収音などあブレス反射感、なるほどそういう使い方はありだな、あ切れてんなバイキルト、でギガデイン強い、まあ、多分稲妻特攻だと思うけど、メダパニダンス3人も混乱したんだけど、で呪文反射にはなってないから痛いです、完全に同士打ちだな、一応ちょっとアモールでも使っておくか、攻撃ベーホイミイオナズン使ってほしいのに、めっちゃ倍しよう、ね、ああそっか毎回毎回だな、おたて上手のために使ってんのか、もうマジックパーがない、でももうそろそろ倒せそうだかんな、ちょっと道具使うのもったいないけど、ゲー最悪バースト使ってきた、いよ144バースト目立たバニーダンス、何回行動するんだよ、7結構やっぱり長引いてんな戦闘自体が、まあ聖水くらいだったら使っちゃっていいか、でとりあえず回復して炎のダウンゲッ、めっちゃ食らう、プレス三者がやっぱりうざいよな、死んだ最悪だ、世界中の班ないからね確か持ってないよね、あった2つ持ってたわ、ヒットポイント半分か、いやメタパニダンスも最悪なんだけど、全員混乱した、稲妻ダンスも結構食らうな、火力が低すぎる、そっか道具でなんか混乱直す万能薬ジェネラルだな、これを、まあ、アングは最悪死んでもいいかな、いけ言わず倒した、最後の最後がだいぶ長引いたな、ちょっとマジで構成を考える必要がある、中級に来てからさすが中級、そんなわけでスライムフェアリーを作りましょう、全体回復ですねこういうスキルは、でまあ引き継ぐのは別にっていう感じなんで、全体回復さえ引き継いで、あと極意があるんでこれは一応やっておこう、まああとはまあ火ガード弱体化ガードどっちかだな、弱体化ガードにしとこう、とりあえずこれで全体回復があるんで、ちょっとレベルを上げたらベホマスライムと配合させて全体回復を継承させようかな、スライムフェアリー自体はこの先どう使うかって言ったら特に配合先がないっちゃないんで、まあ、完全に素材要因ですね、でキングスライムでこいつはモリ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 でいけます、もう両モリモリどうだったっけ、一応王道つけておく、電撃の心か、いやでも電撃的にあでもライデインまでしかないのか、そう考えるとちょっと待ってね、割り振りで電撃の心を極意にしちゃって、王道電撃の極意、こいつ多分電撃に強いんじゃない、一応攻撃力アップつけておくか、いやでもな最終的にはこいつベホマスライムにしたいんだよね、
ベホマスライムじゃなくてスライムベホマズンかにしたいから、攻撃力アップがいるかって言われたら多分いらないから、電撃ガードにしとこう。電撃ガードもいらないっちゃいらないけど、さあキングスライムで、あとちょっとコロネホワイトを作りたいです。何がある？一応バーニングは入れておくか、攻撃要因として。カーニバル、スイート、アイドル。アイドルもいらないけど、もうなんかつけるもんがマジでないんだけど。攻撃力1、鍛えてないからずっと1だな。さあ特殊配合コロネホワイト完成。じゃあこれで一応メンツがこんな感じになったんで、次煉獄峠の中級でコロネホワイトとかのレベルを上げて、まあハネスライムじゃなくてフェアリースライムかとかも上げて、フェアリースライムはちょっとベホモスライムとくっつけて完全に回復要因にします。でスライムファングはマスタースライムにして、で最終的にスライムジェネラルとくっつけるでしょっていう感じ。こいつどうしようかな。スライムブレス、こいつの行き先がちょっと決まってない。まあこんな感じで煉獄峠の中級やっていきましょう。さあここのボスはドレンガで、フェアリースライムをスライムフェアリーか入れました。全体回復ベホマズン覚えてるんで、あれどこだ、ベホマズンまで覚えてるんで、回復薬はこいつに任せるでしょう。一応攻撃としてはドルモアつけてます。まあ闇だね、闇の極意か。さあじゃあどうしようかというところなんだけど、まずバイキルメン、いやルカニオンだな。で命令をフェアリちゃんは、命令じゃねえよ、作戦、フェアリちゃんは命大事で、ジェネラルはもう命大事にする必要なんでないんで、ガンガンいけ。 OK ミスで、闇の息で133の呪文封じ。こいつなんか呪文使ってくんの？まあ、とりあえず封じたのは。よし、100当たった。100当たれば上々だよ。ドラゴン、129。まあ、確実性からいくとちょっとバイキルミングかな。一応、スライムファンク、極炎だから炎は通らないのか。灼熱とかは使えるようになったんだけどね。ドレンガには多分通らないから攻撃の方が良さそうかな。激しい炎、まあ80くらいかで、攻撃で143、ドラゴンギルで130、ダブルドラゴンで、フェアリーちゃんが多分回復してくれるでしょう。ベホマラーで OK。 毒の息はダメージにならないからね。まあ毒にはなるけどダメージがつくわけじゃないんで、よしよしよし。最後ドラゴン斬りだと昇天する感じになるよね、見た目が。じゃあまあまあまあレベルも十分上がったので、であとあれか、ブラッドフロー、炎の戦士が仲間になるのか。ランク C 素材にしよう。配合で、ベホマスライムとスライムフェアリーをくっつけて、ちょっともう一回ベホマスライムを作り出します。でここで、ベホマスライムのヒットポイント回復とフェアリーの全体回復をマスターしてあるんで、超回復 SP が作れます。これでもう回復は万全でしょう。で爆発の極意つけるでしょ。あと1個闇の極意もあるっちゃあるんだけど、消費マジックパワー半分があるからこっちかな。まあ、スキルポイントがたまったら振っていきましょう。で新生ベホマスライムで、さらにキングスライムとコロネホワイトで、特殊配合スライムプティングが出来上がります。でこいつは電撃の極意を持たせておくか。ポップスターはどうなの？結局電撃の極意があればいらなそうだな。王道も似たような感じだな。電撃ガード、バーニングでいこう。
で、スライムプティングだっけ。で、こいつはベホマスライムとくっつけるとベホマズになるんで、まあ、基本的にはベホマスライムのスキルをそのまま受け継ぐ感じかな。さあ、これで小さなメダルは30枚。はぐれメタル。と言ってもな、はぐれメタルの使い道がないんだよね、別に。もう一体はぐれメタル回収してくっつけてメタルキングにするか。まあ、メタルキング自体もね、小さなメダル50枚で手に入るんだけど、まあ、メタルキング2体必要っちゃ必要だからな。まあ、ちょっとはぐれメタルはヒットポイント少なすぎるから、1回配合して置いとこう。ではスライムファングとモヒカントをくっつけてマスタースライムにしよう。一応極円入れておいて、勇気か、まあ入れとこう。そこから爆発ガード。しかもなんかマスタースライムってあんま強くないっぽいんだけど、ま、素材用だな。で、お次はスライムベホマズン。ベホマスライムとプティングの特殊配合、まあ、B 級重ねれば大丈夫だけど、ジェネラルはねさすがに使いたくないんで、ベホマスライムとプティングの特殊配合でいきます。で、超回復 SP はつけるでしょ。で、爆発の極意に、あとは闇ガードだな。これ回復薬もだいぶランクが高くなってきたね。で、溶岩魔人も作って、そろそろゴールデンゴーレムの開発に着手して、最終的にはゴールデンスライムにしていくっていう流れでいきますか。爆弾岩がなんか優秀なんだよね、溶岩魔人と、あと氷河魔人の特殊配合の素材になるから、まあ、まずはちょっと溶岩魔人から作りますか。スカイドラゴン、そう、卵で手に入れたんだよね。なんかアップデート入ったらっぽくて、まあ、今全然12月中なんですけど、12月27でアップデートが入ったっぽくて、まあ、卵の数が増加したのと、あと卵レアモンスター、レアモンスターっていうか卵からしか出ないモンスターの確率がアップしたっぽいです。まあそんな感じ。使っていくのは、まあエフランでいいでしょう。火炎、爆発ガード、葉っぱ。よし、これで溶岩魔人で、爆弾はなんか知んないけど2体いるから、あのぶっ倒してたらね、勝手に仲間になった、起き上がって。だからこのまま氷河魔人の作戦も着手していこう。まあランク C はさすがに使いたくないんで G ランでいいでしょう。メラゴースト、氷河魔人なのにメラゴーストだからな。まあ普通にゴーストでいきますか。シャドウとかもいいな。まあゴーストでいこう。吹雪、自己犠牲、守備アップ。で、ただこいつらはスライム系じゃないんで眠らせておきます。なんかちょっとスライムブレスだいぶ停滞してきちゃったから、はぐれメタルと融合させよう。で、はぐれメタルにして鍛えていく。ストームは欲しいでしょ。で、ブレスマスターも欲しいでしょ。幻惑ガード、極炎はもうちょっといらないよな。幻惑ガードにしよう。さあ、はぐれメタル、スライムブレスで、神聖はぐれメタル、こいつ使っていこう。竜神殿中級で、ここのストーンマンは、まあ、今回は別にスカウトしないけど、クリアしたらストーンマンをスカウトしてゴールデンゴーレム要員にする。あ、やべ、岩投げとか結構食らうな、こいつら。レベルが低いから、ベラゾーマ、もともと振ってあったスキルが残ってた。みんなレベル1だからね。あれ、はぐれメタルだけちょっとレベルの上がりがいいな。違う、マスタースライムだけレベルの上がりが遅いのか。
ランク A だからかな。まあいい。で、竜神殿のボスは、これタイムマスターだっけ？で、はぐれメタルのメタルボディいいんだけど、ちょっとね、マジックパワー消費が激しすぎるんだよね。倍になってるから、光の域、闇の域とかで44使うんだよな。まあ、とりあえずこのままいきましょう。3発くらいが限界かってことはやっぱり、ゲッ、保管と貼られた。息吸い込んでおいた方がいいな。ちょっとベホマズンちゃんが、あ、まずギガデン打っちゃったか。返されて52。サニダレはいいな。でイオナズンも多分返される、多分っていうか確実に返されるけど、まあまあまあだな。でハグレメタルは息を吸い込んどこう一回、あと任せ。でこっちも激しい炎しかないからな。一応ね、メラゾーマ覚えさせてあるんだけど、ちょっと今魔法カンタ貼られちゃってるから、魔法カンタが切れるまでお預けで、このまま戦うでやれば息入ってくれるよね、光の息。よし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 、ここに行こう。ボス戦はやっぱ吸い込んどこう、マジックパー節約のために。ドルモア5260とか。なぜマジ切りを使う。あと一発で倒せるってことか、信じるぞ。光の息を倒せねえじゃんけ。倒した。つっついたら角みてえな、モヒカンみてえなやつで痛そうではあった。よし25で、ドロザウラーみたいなやつは卵を開けたら仲間になりました。よし、ノラストーンマン。こいつはゴールデンゴーレムの素材。ではゴッドライダーをもう作っちゃいましょう。これで一旦完成かな、ゴッドライダーは。で天の恵みがいるかって言われたらどうなんだ。回復はちょっと持っておきたい感はあるから、天の恵みは持っておこう。ベホイムとベホマラーがあって、攻撃的には電撃の極意はもういらないかな。こっちにジゴデインがあるから、バイシオンジゴデインがあるな。ギガデイン結構使ってたんだけどな、コスパが良かったから。でジャスティス、勇気はベホマズンまで行くのか。え、じゃあ天の恵みじゃなくて勇気でもよくないか。バイキルとか、あ、待って待って待って、ジェネラルで天の恵みは光の息があるのか。いや、なんか悩みどころだな。爆発ガード入れておこう、半分があるから。あ、ちょっと待って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 、じゃあ結局ベホマズンがあるから勇気入れとくでしょ。ギガブレイクもあるしね。攻撃系はまあこれでいいか。で爆発ガードでマジックパワー消費の半分を入れてからの、あ、まあバイキルトもいいけど、バイシオンもやっぱ欲しいは欲しいよな。それを考えると勇気はベホイムはないのか。ベホマズンはあるけど、ザオラル、ザオリクはさすがにどれもないよな。ってことはジャスティスではなくバイシオンまでだな。ジェネラルでここで行こう。ゴッドライダー、そっか、シーゴーレム作るのに結局ストーンマン使っちゃうのか。では誰を組み合わせるか。キラコンでいいや、もう何でもいい。ガーディアン、石頭、電撃ガード、
これでシーゴーレム作ってもう一回ストーンマンとっ捕まえてこよう。光ってる。そうか、ジェネラルとマスタースライム2体使ってたからちょっと1枠空いちゃったな。まあスタンバイにはこいつがいるけど、ちょっとなんか作れないかな。検索介護でいこう。スライムだけ。でキングジョーカーはさすがにこれだってベホマズに使う感じでしょ、 B だから。ってことはジョーカーを作りたいな。森人か、森人使うか。森人かはぐれメタルって感じだな。はぐれメタルはさすがにもったいなさすぎるから、森人でダークキングは置いとくでしょ。ぬか床スライムとかいうのがいいの。普通にスライムもいるんだけどね。何持ってるんだ親が。親にのあれがわからん。一回スキル見て、あ、攻撃力アップ持ってるわこいつ。攻撃系だな。ちょっと役割がわかんねえな。なんかちょっと待って、役割がマジわかんなくなってきた。また回復役はベホマズンでしょ。でゴッドライダーも一応回復もできつつ、まあ、万能タイプだな。でハグレメタルはめちゃくちゃ硬いから、まあ、ディフェンダーって感じだね。やっぱアタッカーが欲しいな。スライム系のアタッカーってでも結局スライムファングとかになりそうなんだよな。ってことは一応スライムファングをまた目指そう。そのためのスキル継承で一旦ジョーカーを作って、森人自体が攻撃力アップついてくから、おー82、ちょっと85にしよう。種使おう種。またおい、調整がめんどくさい。道具で種一回も使ってないからね。どこ種、スキルの種をこれいるやつにしか使えねえやんけ。じゃあこいつに使って85で、スキル割り振りで全部攻撃力アップに振っちゃおう。お疲れ。でそっから検索配合のスライムだけにして、でスライムジョーカーにして、もう適当にチョコでいいよ。で攻撃力アップ2はつけよう。一応マットキラーとアクロバット、これでいいや、とりあえずね。でジョーカーできて、こいつダークキングとくっつければランクアップするはずなんで。で覇王城の中級、では薄明の洞窟、竜の戦ですね。でメンツとしては、まあ、はぐれメタルは何をやる、息を吸い込む。でベホマズンは、ベホマズンはとりあえずアイシオンかけるべきか、まあ、ユナズンでいって、ゴッドライダーの攻撃をどうするかだから、あー悩むね。スクルト、まあ、バイキルト自分にかけとくか。でジョーカーはマヒャド、まあ、アタッカーというアタッカーがいないんだよな。だから94、メラゾーマで183、結構食らうな。でギガブレイク、ギガブレイクはバイキルト関係ないか。マキャドでいくつ取る、まあ、100は通るか。ってことはあとよろしく。で闇の雪で300、バイキルトかけてからの攻撃で24、
ハッスルダンスとか全然回復しねえじゃねえかよ。あれだってベホマズン覚えてるよね。あ、ベホマズンは覚えてるのか、ベホマラを覚えてんのか。なんか聞かないかな。ルカニオン下がった。あ、息吸い込んでない。剣の前眠り攻撃、死ぬ。そして寝た。なんでハッスルダンスばっかなんだお前は。ちょっと確実に道具特約で回復するか。これをいいよな、凍えるふうで100か。励めたら食らわないでしょ。 OKOKOK。 またマイキルと唱えてんだけど、こいつマジでなんでハッスルしっばっかしてんだ。ハッスルダンスもなんていうか安定性がないからね。目覚めさせよう、いい加減目覚めよう。マジックパーがなくなる。よしよしよし。あ、これ結構食らうな。死んだ。あれ、なんか蘇らせるやつあったっけ。世界中のハイクあるわ、使っちゃおう。これをちょっと待って、ハグルメタルもそうだよね。メラゾーマ、ハグルメタルに来い。ダブルギガブレイク、ベホイムで一気に回復して、マキャノも100以上通るからな。でそう考えると賢者の聖水でちょっとハグリメタルのマジックパワーを回復しておきたい。いやー意味なかった。賢者の聖水を一個無駄にした。ちょっとやっぱスライムジョーカー枠をなんとかしたいよな。アタッカーやっぱりスライムファングを作るべきか。攻撃力だけ見ると多分スライムファングが強い。さあそして最悪の魔球中層。でここのボスは海竜ニシル。個体的にはなんだこれ、まあ、ドラゴン系のなんとかだと思うけど、取り巻きにスカイドラゴン2体か。でハグレメタルはとりあえず息吸い込んどこう。ゴッドライダーはバイキルトでスライムファングでいいか。でスライムファングはもう超強力アタッカーに仕上げてるから攻撃4つけてるからね。でベホマズはちょっと状況に応じて。で道具なんかある。あ、バイキルミンもあるな。じゃこれこっちにかけとこう。これをで吸い込んで63。あーそうだ、これ結構強かった気がするな。流星いくつ食らった。ハグメタでベホマラかけてくれるね。 OKOK。 237、悪くはない。流星とかもバーハとかでもないからな。まあルカニオンで下げられるかどうか、軽減されてんな。ほ、まあ、当たればラッキー。お、当たった。闇の息、今日も100。おたけび、うわー全員食らった、最悪だ。ハグネメタルがまだか。いやこのまま攻めよう。光の息、死ぬ。うちのアタッカーが死ぬ。ギガブレイク1、オッケーオッケーオッケー。でベホイムで立て直して270。このままガンガン攻める。流星でハグメタ13か。ドラゴン斬り、やはりヒーラーは1人必要だな。もう絶対
で、どうしよう。ちょっとゴッドライダーもヒーラーに回そう。マジックパワーが尽きるのが先か、こっちの命が尽きるのが先か。あ、控えめ力の、うーわー、やられた。ザオラル生き返らない。ダブルザオラル生き返った。あ、殴ってくれる。生き返って即殴る。ケチってこう。これをマジックパワーがなくなった。流星で死ねているか。死なない、危ない。鋼メタルのな、もうマジックパワーの消費が激しすぎる。倍だからね。やっぱり何かのスキルでマジックパワー半分つけないとちょっと厳しいな。まあそれで上級に行けるようになりましたので、次回は上級編をやっていきたいと思います。でメンツ的には、まあゴッドライダーはもうこれで固定でしょ。でスライムファングも固定、まあ固定って言っても配合はさせてステータス自体は強化していくんですけれども、ゴッドライダーでスライムファングはもう完全に殴る用のアタッカーで使っていきます。で回復役はベホマズンでいいかな。あの回復のコツも持ってるんで、まあ、ベホマズンの方が使いやすい気がします。で一応ゴッドライダーもね、あの回復要因としては使えるんで、まあ、万能タイプっていう感じで回復のコツも持ってるし、回復はこの2人でやって殴って、あとはぐれメタル枠は、まあ、作れればゴールデンスライム枠でいければいいと思います。だからステを鍛えるのにちょっと配合を繰り返していく感じかな。サボテンボールだっけこいつ。こいつは卵から手に入れましたという感じです。では次回スライム編、上級パートで、お会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。